今回は第26代天皇、継体天皇について解説するぜ。どんな人物なの？前天皇に子供がいなかったため、前天皇が亡くなった後、後継者問題に陥るんだぜ。朝廷はそこで今の福井県にいた、応神天皇の血を引いている、継体天皇を説得し即位させるんだぜ。天皇は農業養蚕に注力し、天皇皇后が自ら農業養蚕を行っていたとされているぜ。この時代は日本が支配していた、朝鮮半島の美馬那、この地域の支配力が弱まり、百済に美馬那の一部を譲渡、また、新羅に美馬那の一部を支配され、支配力の回復を図ろうとしたところで、新羅から賄賂をもらった、北九州の岩井が反乱を起こし妨害。岩井の乱ね。反乱は無事鎮圧。西暦531年には、天皇職を息子の安閑天皇に譲渡。日本で最初の皇位の譲渡ね。譲渡しすぐ崩御したとされるぜ。古事記では43歳、日本書紀では82歳で崩御したとされるぜ。